エガーイザイム人どうも用人です。はい。ということで、えー、本日はですね。まあなんか、パンツを、パンツじゃないんですけど、<laughs> ちょっと紹介しようかなっていう感じで、こんなやつですね。<laughs> これね、水着なんですけど、えー、っと、ここにあるか。オーシャンパシフィックのやつですね。はい。OP って書いてますね。はい。の、えー、水着です。これメルカリで買ったのかな はい、サイズはね、えっ、ー、と、L サイズですね。はい。なので、じゃあまあ僕のサイズからすると、僕まあ S 回も履くんで、大きいんですけど、まあ水着なんでちょっとちっちゃめに作られてるのかな。うん。あここにもあったな。ちょっと毛かけてますけど、ここにもね、オーシャンパシフィックの OP っていう文字が入ってますね。はい。かなりね、<laughs> ちょっと、柄がね、 これはピンク好きなんでね、ピンクが貴重になってていいなっていうのと、こ柄すごいですね。花柄なのかな太陽なのか花なのかみたいな。かなりね、ちょっとサイケな感じの <laughs> 柄になってますね。はい。ちょっとこういう派手なのがね、僕結構好きなんで、こう一目ぼれしてね、ポチっちゃいました。<laughs> はい。でもちょっとこれね、履いてみようかなと思います。じゃあ、履きまーす。せーの。 はい、こんな感じですね。<laughs> ああ、ね、めっちゃ可愛いですね。うん、ちょっとね、癖強いとは思うんですけど、僕はめっちゃ好きやな、可愛い。<laughs> いい。ちょっとこれ履いてね、リゾートとか行きたいなっていう <laughs> 感じですねで。光沢感がね、綺麗ですね。わかりますかねここら辺ね。 こう光に反射して光沢感出てると思うんですけど。あ、いいかわいいめっちゃ、うん。ちょっとね、前のあのー、クロッチがあるんで、フロントがね、若干窮屈なんですけど、この柄やったらね、多分透けたりしないんで、もう、クロッチいらないかなと思うんですけどね、うん。いや、これはいいわ。めっちゃかわいい。こんな感じですね。 お尻がね、いい加減にキュッとこう、ちょっと食い込む感じで。<laughs> お尻ね、綺麗にプリッと見せてくれるんで、お尻の形でもいい感じですね。はい。まあちょっとね、これ、まあ、市営のプールとかね、これで行くのなかなか勇気がいると思うんですけど、海とかやったらいいかな。うん。これでね、海とか行きたいなっていうのを、ちょっと思いますね。うん、めっちゃ可愛い。はい。<laughs> ということで、えー、本日は、えー、オーシャンパシフィックの えー、スイムウェアのご紹介でございました。まあ、またね、ちょっとこういう、なんでもない、今日のパンツみたいな感じで <laughs>、そんなむちょこちょこ上げていこうかなと思います。はい。では、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。スネクサイ、バイ。